藤谷蓮次郎です。今日は1970年代傑作アルバム全曲紹介シリーズの第4弾、沢田研二さんのいくつかの場面、1975年のアルバムですが、こちらの中からまた1曲ご紹介していきたいと思います。先にお願いをしておきます。この動画をご覧いただいている方は、ぜひともチャンネル登録といいねの方をよろしくお願いします。そういう方が増えていきますと、私としては大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いしておきます。それでは参ります。今日取り上げる曲はこれです。黄昏の中で、加藤登紀子さんと庄司治さん、加藤登紀子さんが作詞作曲、編曲を庄司治先生が担当してらっしゃるという曲です。この加藤登紀子さんの曲というのは、このアルバムの中ではこの1曲だけでして、いろんなスタッフを次々に使っているタイプのアルバムですよというのは一番最初に申し上げましたが、ここで加藤登紀子その人が出てくることがまた非常にインパクトがあったという気はいたしますが、どうなんでしょう。もう当時のね、時代とはだいぶもう隔たったんで、どんなとこだったかなと、ぜひ当時の空気感を、ジュリーファンの方、あるいは音楽ファンの方でご存知の方がいらっしゃったら、コメント等で寄せていただけるとありがたいです。曲といたしましては、この黄昏の中でという曲はですね、非常にセンチメンタルな、最初少しマイナーなメランコリックなという感じの音に聞こえるようなギターの、粒だった音から聞こえてきます。で、歌詞をじっと聞いていると、その少しマイナー調なというか、メランコリックな味わいのある音を聞きながら、歌詞に耳をそばだてますとですね、どうやら初めてなのかな、初めてに近いのかな、初めてじゃないのか、不意に恋、愛というか恋愛に落ちた若いカップルの戸惑いながら相手に惹かれていく、それが非常にこう、なぜなんでしょうかね、非常にマイナーな雰囲気のまま進んでいくんですね。歌詞の特徴としては、ちょっと僕は違和感があったところとしては、加藤登紀子さんの詩に関する違和感なんですけども、抱きしめるというフレーズがいろんなところ出てくるんだけど、いや、これ抱きしめるって言いますかねと、なんかこう手のひらに頬を抱きしめるとかいうフレーズがあったり、普通抱きしめるで握りしめるの違うのかって思うんですけど、逆に言うと、この手のひらに、いわば夜露のような壊れやすいものをこうすくって、この手で壊れないようにこうそっとこの手に閉じ込めるようなことを抱きしめるって表現してるのかなと、私の専門の短歌和歌の世界ですけども、そんなようなところを言ってるのかなと思ってみたりしますが、これはちょっと深読みの過ぎかもしれません。で、いずれにせよ抱きしめるという言葉が何回か出てくるんですけど、親って思うようなところに出てきます。どうやらこの若いカップル、彼女の方も彼の方もかなり戸惑いながら、あるいはその愛するということが、その愛を失うかもしれないという純粋であるがゆえの怯えみたいなものが描かれている曲なのかもしれません。曲を聴いて感じる一番のポイントはですね、ジュリーさんの歌がうまい。私はこの後で、1976年くらいに飛躍的にジュリーさんの歌唱力というのは大きくアップしたというふうに前々から感じているものなんですけども、そうも言ってきましたしね、この動画でも。その後の時代の歌声に近い色気、艶、メランコリックなんだけど、それが壊れきらないで、やっぱり強いこうセクシーさというか、官能性に行く沢田研二という人のボーカルの魅力を前面に感じさせてくれる曲だと思います。曲としては少しマイナーな感じで刻んできたところの、一種の頂点と言わないですかね、この場合一種のピークに達してる曲で、この次の曲で一気にこれが ご存知のように崩れていくんですけども、むしろ崩した曲として登場するのが次なんですけども、このメランコリックかつセンチメンタルな世界観を、艶のある後年のジュリーの歌唱力を思わせる艶のある声で聞かせてくれているのが、聞きどころという気はいたします。この「黄昏の中で」という純粋なカップルが描かれた曲、これはこれで非常に聞き応えがある。何よりもジュリーさんの声を聞いてみてください。
うわ、やっぱりこの人は艶のあるいい声してるわ、歌うまいじゃないっていうふうに、あまりそれをね、あのタイガースのこと心からボーカリストとしては大変なそのパフォーマンスに行くと迫力があって生き生きしてて違うと多くの方言われるけれども、まあ、正直ルックスが先行してうまいというふうに言われることはめったになかったということで、まあ一般的な理解でいいと思うんですが、何の何のこの黄昏の中での歌唱力なんか聞くと、やっぱりこの人はすごいっていうふうに私は感じるんですが、皆さんお聞き直されたときにどう感じられるでしょうか。ぜひコメントの方でお寄せいただけるとありがたいです。今日はいくつかの場面から、沢田研二さんのいくつかの場面から、黄昏の中でという若いカップルの恋愛を歌った曲についてお話をいたしました。チャンネル登録といいねの方ぜひよろしくお願いします。また来週次の曲に触れていきますのでよろしくお願いします。それでは失礼します。